こんにちは、花クラブの宮川です。今回は NFD 資格コースから一級アレンジメントのご紹介です。テーマは高く上昇する円錐形、横幅よりも大きく高さをとって円錐形に製作します。使用花材は雲龍柳、ラクスパー、桔梗、ワックスフラワーの4種類です。なんかこう枝があったときに枝を一本一本見ていくわけね。これとかはこう先端がこう丸まってる感じがするので、あんまり一番トップには向かないんで、花材この先端もこうスッと上に上がってて、使い勝手がいい感じになって、この人が一番トップという感じになってます。トップに来る枝を選択したら短い横枝をカット。プロポーションは幅対高さが3:8以上にします。高さの目安は80センチから100センチ、100センチより長くなる必要はありません。円錐形の中に入る花材やアレンジの横幅がどの程度になるかによって高さが変わります。刺し位置は十文字の位置を外し、中向きになるように刺します。長い枝をぐらつかないようにするには、曲がった部分をスポンジに刺さないように注意します。刺しが高い枝が、じゃあ次には、例えばこの4本あるので、例えば次2本目で立体的に作りたいので、2本目がちょっと短くなって、で3本目があって4本目がこうですね、でどっちの枝を残すのか考えて、で下の短い枝は切ってくれて構わないので、でその今一番トップのよりは少しだけ短くなって OK なので、長さが一緒にならないようにしてあげるとかね。こう刺したらこうなるから、こうか、で、あとね、この今この人うねうねってなってるこのトップのところが治るのかどうかっていうのを一応チャレンジしてみてね。こうやってぐわーってこう曲がってきてるやつを、少し下のところからこっちにこう曲がってきてるから、逆に出しに、さっきのぐわっと曲がってきてるよりは上にこう上がっていった感じになるので、そうやって手で直してあげて、直るものであれば修正し、そうすると長さも変わってくるので、2本目は手前でもいいんですか？構わない、1本目は一番長い枝物になりますが、2本目はラクスパーでも OK です。枝物が踊りすぎている場合はラクスパーを先に入れる方がいいですね。今回は円錐形の中に入れるお花が3種類。1番手にラクスパー、2番手に桔梗、3番手にワックスを使ってもらいました。ラクスパーを3本使う場合は、真ん中が一番高く、前が2番目、後ろが一番低く配置します。だいぶよかった。長さを見てあげて、で先端がどこに来るかを見て、もうちょっと長くして、ここがもう一段来てもいいかもしれない。そうだ、もう一段来てもいいの。ラクスパーで作った空間に2番手、3番手の花材を高さを変えて配します。最後に柳やラクスパーのつぼみや小花などを株のアウトラインに刺し、円錐形のフォルムをしっかり作ります。このデザインのポイントは3つです。1つ、横幅よりも高さを大きくとる。円錐形の中に入る花材の高さを変える。3つ、花材一つ一つに適度な空間を作る。3つのポイントが抑えられれば、綺麗な高く上昇する円錐形になりますよ。
で、OK。完成。今回の枝はかなり丸まっていて作りにくいものでした。でもどんな枝にも臨機応変対応できる力を身につけておかなければなりません。1回目でこのぐらいできたので2回3回と回を重ねてさらに上達してくれることでしょう。今日も見てくれてありがとう。気に入ってもらえたら高評価とチャンネル登録してね。ではまた次回のレッスンもお楽しみに。まったねー。